私んちのストーリー買って今作る。何でもできるもんね、確かにね、うん、何を題材にしようかね。ビールが落ちてってタイトル。母ビールが落ちて、うん、何も今考えないけど、ビールが落ちてか、難しいね。まあ、まず父が、まあ、晩餐みたいな、うん、晩酌してんの、はっはっはっ、家で。ビールはうまいな、こんなこと言わねえか、あいつ喋んないよね、あいつ。なんか、不満言うときぐらいしか喋んないもんね。ねえ、ぬるい。お父さん、ビール次のわよっつったら、あの瓶、ボンと落ちてバリーンってなって、うん、お前はいつもそういう風に雑にやってるからあれなんだろうって父に怒られちゃうみたいな、うんうん、お父さん、あんなに言うことないじゃないのよ、ことをみかんとかに言うんだろう。なるほど、うん、で、それはお母さんがいつも雑にやってるから悪いんだろうみたいな袋叩きにやってちょっと落ち込むのでありましたよね。うん、終わった。翌日になったら、あの主婦出てくんだよ、友達の2人ぐらい、メガネと口でかいようなやつが、昨日こんなことがあったのよみたいな言ったら、まあ大変ね、立花さんもみたいな。立花か、うん、今言われてすんごいわーってなったけど、あれよ、ビール落とすようなやつしなきゃいいのよってなるんだっちゃう、はあ、で、あの鬼殺し買ってきて、はあ、紙パックも。なるほどね、ほらお父さん、これならストローで飲めるから落としはしないよっつったら、そういうんじゃないんだみたいな、あのビールの泡の感じのやつがいいんだみたいな。なるほど、まだ怒られて、全く注文が多いんだから、それにどんどん答えていって、おかしなことになっていくって話か。そう。なるほどね。そんなやつでしょ。最終的には、なんか、もう自分で作れっつって、日本酒とホッピー渡されて、終わり。もうさ、私ん家じゃなかったらこのお家でいいなって思ったのはさ、うん、なんかお父さんがお父さんみたいな。うん、ダジャレ落ち。そうそう。お父さんが自分で積めばお父さん、うん、それさ、私んちでもおちに使えない、まあ、いけるね、いけるよ、ギリギリ。最後仲直りパートでさ、うん、お父さんがなんかこう、いろいろすまんかったな的な意味で、任せすぎてよくなかったみたいな、お父さんが入れればお父さんってギャグを言って、まあお父さんだなって言って仲直りするって、これでいいか、うん、それで私んち、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 私んちって言ったわね。